こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地のプレイ動画4です。前回までのあらすじは、ログハウス建ちました。そうでしたね。料理ができるようになったけど、材料がなくて料理ができないです。あ、本当は、4日目に町長さんに教えてもらってからログハウス建てるものだったのか。そうとは知らずに先に建てちゃった。これで教えることは全て終わったって。本格的に始まるって感じだね。立派やな。テントも中は立派やったけど、これが原木20本とか。おや、橋も出来上がりました。これで向こう側へ行けますね。まずはルーティンです。水をやり、メーカーのアイテムを入手し、出荷できるもの出荷箱へ入れて、鉱山で鉱石集めと、今度こそ体力満タンなので一番奥まで行きたいと思います。一番奥ってどのぐらいなん？10階です。そのくらいなら楽勝やん。はい、到着。マグポン。不思議な生物がいました。しかも、ご褒美くれました。褒美をもらうほどのことはしていないと思うけどな。ホワイトオパールです。これは貴重です。なんで？目指すダイヤモンドですが、ジュエリーメーカーというのが必要です。それを作るのに、ホワイトオパールが必要になるのです。入手方法がわからなかったけど、これで解決です。そりゃよかったやん。アイテムボックスを作ります。収納箱やな。えい。これで素材も片付けておけます。ホワイトパールとか、今は場所を取るだけだし。ホワイトオパールな。橋も出来上がったことですし、新しい土地の方も見てみましょう。ひとまず、木の種類が違うようなので、スタミナを節約するため落ちているものだけ拾います。イチゴとか新しいものあるな。木は切らへんの？この後、鉱山にこもるので、鉄とかも大量入手できるはずです。より難易度の高い鉱山に入れば、入手難度の低い鉱石は、たくさん手に入るはず。それで、斧を強化してから切ります。なるほどな。効率的やな。岩塩も見つけました。歩き回っているだけなら、スタミナ減らないのは嬉しいですね。お家には冷蔵庫があり、食材を片付けておくことができます。初めての料理もしてみましょう。今できるのは目玉焼きだけのようです。鳥さんからもらえた卵やな。何？調理時間に30分もかかるのか。焦げてまうて。料理を作るのに時間経過があるのであれば、大量生産して鉱山に困るのが。難易度が上がりましたね。効率のいい料理を探さなければなりません。焼き魚とか釣りで魚釣りったらできそうやな。料理も極めるの面白そうです。なんかゲーセンみたいな BGM になってるで。加速すると BGM が崩れるのが残念ですよね。さて、欲しいものは揃ったので道具屋さんへ行きます。道具屋？いや。カバンか。
カバンは3000するので買えないです。インゴットメーカーで一生懸命鉄のインゴットを作成したのはこのためです。鉄のハンマーか。これで簡単に岩を壊せるようになり、スタミナの消費を抑えることができます。つまりより深くまで潜ることができるという寸法です。やっぱりダイヤモンドは先が長いな。でも順調ですよ。鉄のハンマーを入手しました。レストランでお食事をしてスタミナを回復します。スタミナ全開になったな。時は満ちた。不要なアイテムは全てアイテムボックスへ入れて、唯一作成できた目玉焼きを持ってピクニック？違う、二つ目の鉱山へ。なるほど、さっきの鉱山はクリアしたもんな。この鉱山は30階が一番奥になるので、スタミナ消費を抑えて進みます。何これ、ダメ技使えるようになってるやん。これで範囲の岩を一度に破壊することができるので、飛躍的に進めれます。確かに一個ずつ壊してたら手間かかるもんな。あと、この鉱山からは邪魔者が出るようになっています。当たるとハートが減りますので注意が必要です。キラキラ光っているところに目もくれず進んでいるな。もう半分以上いけました。あかねちゃん、これはいけますよ。それフラグやで。これは無理。めっちゃ硬いの出てきたな。あと3階やで。体力のギリギリって感じやな。階段がない。嘘やん。これがいわゆる積んだってやつやん。この鉱石の下かな。それしかないな。確か硬いよね。仕方がない、今回は諦めよう。やられたな、そんな落とし穴があるとは。あとちょっとやったのにな。もう一段階グレードアップするか、採掘レベルを上げるかしないとダメなのかも。もう夜になりました。体力もなくなりかけているので、帰って寝ることにします。作戦練り直してリベンジやな。金鉱石は作れるので、ハンマーのレベルをもう一つ上げてからチャレンジしてみましょうか。せやな。悔しい。ちなみに牧場物語は AM2 時が日付変更のタイミングみたいなので、それまでに出荷箱に入れれば OK です。急に豆知識突っ込んできたな。では今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価頼むで。
見てくれて、大きにやで。